ない気がするけどな。ちょっと見てみましょうか、E3 ね。これ、僕ね、初めてやりますね。ファミコン版とね、スーパーファミコン版は やったことあるんですけど、あと、PC エンジン版もやったことあるんですけどね。メガドライブ版は初めてですね。メガドライブ版初めてです。ああ、そうか。でも英語やねんな。だから何言ってるのか全然わからんのですよ。だからまぁちょっとどんなゲームかやるぐらいでいいや。これがオープニングになってんだね。ワンダラーズフロムイース。何言ってるのか全然わからないな。だから中国製のゲーム機の場合、ロープレイやるのは向いてないですよね。全然謎解けないもんな。何書いてるかわかんないから。これでやっと動けるようになりましたね。武器もらわなきゃいかんのちゃうかな。あ、これ何？うわ、全然わからん。何のことが。これセーブで、これがロードで。コンフィグレーション。これは多分設定ってことやと思うな。これはあれか、ステータスか。あ、ステータスって書いてあるわ。武器何も持ってないんで。しょうがないな、とりあえず。武器がないと、とりあえず外には出れないと。ここ入れるかな。武器買わなあかんのかな。誰もいないや。これ何やろ、これ。はいはい。情報だけでと思いますね、これね。というか、こっち向かずに後ろ向いたまま喋るんか、あのばあちゃんは。なんか、武器屋っぽいのないかな。武器何も持ってないんやけどね。これは？あ、これか、ひょっとして。違うか。キャンセル。リングパワー。これお店ではなさそう。お店っていうか、武器屋ではないようですね。またどうぞっていう感じですね。もう街の人の話は聞いてもしょうがないからな。これもしお店っぽいね。ナッシン。あ、ソードあった。これ武器屋っぽいね。ショートソード、ブラードソード。今お金いくらあるんや？ 1000 あるのか。高っ。買えないやん。でもショートソードや、完全に。はい。いいですね。はい。で、アーマー。まあ、一番安いのしかないよね、多分。はい。エッジシールド。これでいいよ。100余ったね。これで OK。んで、これで装備すりゃいいよね。これで。あ、装備しなくていいのか、もうこれ。これで大丈夫なんかな。この街ではまだね、多分、あれでしょうね。武器は使えないというか。はい。これはちょっとなんか、イベントが始まってるけど、とりあえず飛ばします。いやー、
なかなかいい出来ですよね。これでもやるなら日本版でやりたいな、このイース。日本版でやりたいよな。これでいいのか。はい。これで出られるようになったね。こっから、これでもうバトルフィールドに入ると。あれ、武器出ないぞ。これ、やっぱ装備しなあかんのか。改めてまた。どうやって装備すんの、これ。あれ？あ、ここにこう合わせて、あれ？ちょっと待って、どういうことや？あれ？装備してることになってるのかな？この赤くなってるのは装備してることになるのかな？これでいいのか？あ、できた、できた。落ちましたね。あ、これなんか感じがやっぱりね、スーパーファミコン版にかなり近いですね。スーパーファミコン版こんな感じでしたからね。うん。アクションの仕方が似てる。うん、似てますね、これ。スーパーファミコン版にかなり近いですね、出来は。うん。アクション性高いですよね、3ってね。1と2はちょっとこう、アクション性低かったんですけどね。ハイハイしながら戦える。あ、死んだ。早っ。消えてまうんや。ロード。そうか、こうなるか。まあいいや。だいたいゲーム性分かりましたからね。ええ。すぐやられちゃったんですけど。